ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、北海道サロマ町竜巻災害、を紹介するぜ。え、竜巻っていわゆる、トルネード、のことでしょ。アメリカとかで多発するのは聞いたことあるけど。うむ、北アメリカ大陸のロッキー山脈以東で発生した場合は、トルネード。日本で発生した場合は、竜巻、という呼称になるな。日本で竜巻って起こることあるんだ。あんまり聞き馴染みなかったから意外だよ。アメリカ大陸はずっと陸地が平坦で障害物も少ないから、竜巻が発生しやすい上に被害範囲が大きくなりやすいんだよな。一方で、日本の土地は山が多くてデコボコしてるから、アメリカと比べると風が遮られて竜巻の被害が少ないってことか。とはいえ、日本でも条件が揃えば竜巻被害は発生するぜ。そして、今回の事故のように、それに巻き込まれて亡くなってしまう方もいるんだ。知らなかった。この、北海道サロマ町竜巻災害、は、戦後日本における竜巻被害では最多の死者数を出してしまっている。そこら辺も含めてじっくり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。さて、竜巻というのは、発達した積乱雲で上昇気流を伴う高速の渦巻きが発生し、それが地上付近に伸びたもの、という定義だな。積乱雲から地面に向かって、漏斗雲、と呼ばれる細長い雲が伸びるのが特徴だぜ。つまり、まず、積乱雲のできる条件を確認しようか。寒冷前線などによって上空を冷たい空気が覆っており、一方で地面には太陽の光などで温められた空気の層がある、という条件を想定してくれ。ふんふん、上が冷たい空気で下が暖かい空気ね。暖かい空気は上に向かい、冷たい空気は下に向かう。すると、その中間地点で二つの異なる温度の空気がぶつかってしまうよな。ちなみに、この下から上に向かう空気の流れが上昇気流、と呼ぶものだ。温められた空気が上昇気流になって、冷たい空気の層にぶつかると。まあ、上昇気流が起こる原因は温められたから、だけではないんだが、そこを詳しく解説してしまうと長くなるから置いとくとして、暖かい空気が冷たい空気にぶつかると、空気の中に含まれていた水蒸気が冷えて凝結して、水や氷の粒になる。昔、理科の実験でやったやつだね。フラスコの中に人工の雲を作る実験だな。ともあれ、この水や氷の粒を大量に含んだ空気の塊が雲ってわけだ。で、地上と上空の気温差が激しいと、暖かい空気と冷たい空気の流れもそれだけ急になるだろ。となると、それだけ勢いよく空気の層がぶつかって、一気に大量の雲ができるね。その結果として、垂直方向に大量に積み上がった雲の塊ができてしまう。これが、積乱雲、ってわけだな。積乱雲の内部では、上昇気流と下降気流が激しく入り混ざって対流を作っている。で、その空気の流れが地面方向にやってきたのが竜巻ってわけか。かなり細部をはしょったざっくりとした説明だからな。詳しい仕組みを知りたい人は、各自で調べてみてくれ。さて、ここからは問題のサロマ町竜巻災害の経緯について見ていこうか。さっき、竜巻が起きるのは寒冷前線などが影響しているって話があったけど。うむ、災害の起きた2006年11月7日は、まさに寒冷前線が北海道から関東地方にかけて通過しているタイミングだった。特に、この日の気温は平年と比べると9度ほど高くてな。うわぁ。何も知らなければ、いつもより暖かくていいじゃん。って思ってたけど、寒暖差が激しいほど積乱雲が発達する、っていう情報を知った今だと、災害の前触れにしか見えないよ。また日本各地の寒暖差も激しく、大阪では木枯らし1号が観測されるほどの寒さだった一方で、東京ではせいぜい9月下旬並みの暖かさだった。暖かい空気と冷たい空気がぶつかっている。つまり、積乱雲が発生する条件を満たしているってことだね。特に、この時の寒冷前線や不安定な寒暖差によって大きく発達した積乱雲は、スーパーセル、だったのではないかと見られている。スーパーセル？日本語で言うと、超巨大積乱雲？ってところかな。通常の数倍から数十倍に膨れ上がった積乱雲で、激しい雷雨や竜巻を巻き起こす。へぇ？さて、その、スーパーセル、を伴う寒冷前線が、道東のサロマ町を走る国道333号線に差し掛かった。この結果、サロマ町内の若狭地区で F3、スケールの竜巻が発生してしまうんだ。F3、スケール。ああ、竜巻の強度を分類する、藤田スケール、という等級の3番目だな。
地震なら震度とかマグニチュードに相当するものだね。でも、初めて聞いた等級だから、3番目って言われても具体的にどれほどの規模なのかピンとこないんだけど。藤田スケールは、竜巻の被害規模からおおよその風速を算出した上で、F0 から F5 にまで等級分けされる。数字が大きい方が被害も上だ。竜巻レベルの突風ってなると、風速計もまともに機能しないだろうからね。被害の大きさから、だいたいこれくらいの風が吹いたんだろうな、と逆算するってことか。そして、日本においてはこれまで F4 以上の竜巻は観測されていない。ってことは、今回の竜巻の規模が日本で発生するものとしては実質トップクラスか。目安としては、風速は70から92メートル毎秒。風が1秒間のうちに70メートル以上進むってこと？そうだ。鉄骨層の建造物さえ潰されるレベルの風速で、汽車や自動車さえ持ち上げられて吹っ飛ばされる。森の中に生えている大木であっても、折れるか倒れるか、さもなければ根っこごと引き抜かれるか。大木や鉄の塊でも耐えられないレベルの突風なんて、人間が食らったらひとたまりもないよね。さて、さっきも話したように、北海道佐呂間町の国道333号線付近にて F3、スケールの竜巻が発生した。国道の近くで竜巻か。車通りも多いだろうな。しかも運が悪いことに、この国道333号線では新佐呂間トンネル開通のための掘削工事が行われていてな。すぐ近くに、作業員が詰めていたプレハブ小屋があったんだ。あ、竜巻が発生した午後1時20分頃、プレハブ小屋2階の会議室には作業員が詰め寄っていた。自動車ですら吹き飛ばすような突風なんだから、プレハブ小屋ってなると、ゴー、という音が聞こえたかと思ったら、あっという間に2階部分が吹き飛ばされたぜ。うわぁ、そうなるよね。この結果、2階で打ち合わせをしていた作業員9名のうち7名が、100メートルほど離れた工場敷地まで吹き飛ばされてしまう。いや、100メートル。そんなに遠くまで。プレハブ小屋を破壊した竜巻は、そのまま北北東方向に向かって時速約80キロの速さで1400メートルほど走り抜けた。結果として、この竜巻による人的災害は死者9名、負傷者が29名。特に、竜巻に吹き飛ばされた作業員たちは、いずれも脳挫傷によって亡くなっている。吹っ飛ばされて頭を打った衝撃で、脳がダメージを負ってしまったってことだね。竜巻における人的被害の2トップが、この脳挫傷と頸椎損傷だぜ。他にも住宅への被害が38棟、非住家被害が63棟だ。他にも大型トラックが吹き飛ばされたり、電柱が多数倒壊したり、巻き上げられた飛散物が10キロ以上も離れた地域に落下したり。戦後最悪の竜巻被害ってだけあって、すごいダメージだね。だが、竜巻の規模を考えれば、これでもまだ少なく済んだ方だな。実は、この竜巻が発生したタイミングで、たまたま近所で葬式があったんだ。そのために、竜巻が通り抜けた地区では多くの人が家を留守にしていて、被害を免れたんだよ。それはまたなんというか、運が良かったというと個人に失礼だけども。記録に残るレベルの大きな事故の際には、あの時こうしていたから偶然助かった。ってエピソードはつきものだな。さて、最後に竜巻被害への対処法を少し紹介していこうか。いやぁ、自動車やトラックを吹っ飛ばすレベルの突風災害なんて、もう出会わないことを神様に祈る以外にないんじゃないの。いやいや、竜巻の特徴について説明した時に、ろうと雲が発生するっていう話をしただろ。実はあれって、結構遠くにあっても目視できるんだよ。ほうほう、竜巻は意外と目視できる予兆が多いんだ。例えば、氷が降り出す、ってのはわかりやすい特徴だな。氷って言うと、氷の粒でしょ。氷が降ってくるってのは、それだけ雲の中で激しい上昇気流があるってことだからな。で、激しい上昇気流があるってことは、竜巻が発生しやすい条件を満たしていることになると。そういうことだ。他にも、かなとこ雲、と呼ばれる、頂上部分が平らに広がったキノコ雲を見かけたり、人によっては急激な気圧の変化を受けて耳鳴りを感じる、こともある。ふむふむ。あとは、竜巻は7月から11月にかけて、特に9月の発生件数がダントツに多いこと。また、夜間よりも昼間の11から18時に発生しやすいことなども、事前情報として知っておくと警戒しやすいな。確かに今回の竜巻災害も、11月の午後1時頃に起きたって話だったもんね。あとは単純に、気
象庁の発する竜巻注意情報をちゃんとチェックしておくことだな。スマホの普及によって、テレビ以外にも天気の情報を仕入れる手段が格段に増えたわけだし。でもさ、そういう情報を事前に仕入れておいて、いつ台風が来るか、が分かったとしても、今回みたいな F3、スケールの竜巻に遭遇したらどうしようもないんじゃない？いやいや、そんなことはないぜ。例えば、屋内にいるのと屋外にいるのとでは、どちらが安全か、なんて明白だろ。そりゃ、屋内にいる方がまだ安全だろうけども。風そのものに吹き飛ばされるのも恐ろしいが、風で飛んできたものにぶつかって怪我をする危険も考えられるからな。また屋内にいるときは、雨戸を閉めて窓を保護しつつ、トイレや浴室などの風通しの悪い場所に避難するのがいいぞ。今回の事故で言うと、プレハブ小屋の2階、だったもんね。風の影響をもろに受ける上に、強度が低くて吹き飛ばされやすいような場所は逆に NG と。他にも、車を運転している最中に竜巻を見かけたら、急いで反対方向に逃げる。十分に距離があるならそれでもいいかもしれないけどな。交通量の激しい道路で無理に逃げようとしてスピードを出したら、それが原因で事故につながってしまうかもしれない。じゃあ、どうしたらいいのさ。できる限り交通の邪魔にならない場所に車を停車させて、自分は付近の頑丈な建物の中に逃げる。可能なら、車を毛布やカバーで覆ってろうから守ってやるとなお良いな。それができるくらいに、時間や気持ちに余裕があればいいけどね。もちろん、これ一つさえ準備しておけば絶対に安全。なんて簡単な対策は存在しないからな。その時々で状況を見て、臨機応変に対策する必要がある。だからこそ、事前に対策や予兆についての情報をしっかり頭に入れておくことで、いざって時に気持ちや時間に余裕を生むことができるわけだ。なるほどな。普段から勉強しておけば、急に抜き打ちでテストされても大丈夫ってことか。この動画での周知が、その一助となってくれれば幸いだぜ。というわけで、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。